丸田町通り。北側は、京都御苑丸田町通り。京都地裁、京都市中京区丸田町通りは、京都市の主要な東西の通りの一つである。平安系の春日工事にあたるが、円町交差点付近では北向きに触れて、平安系の中御門王子にあたる。この通り沿いの西堀川に、材木商が多かったため、丸田町通りの名がついたと言われている。江戸時代の地図を見ると、 丸太町通と表記されていることもある。1708年の法営の大化の後、久下町が丸太町通りに接する範囲まで拡張されたため、現在では京都御苑の南端が丸太町通りとなっている。東は鹿型二通りから西は右京区佐賀社迦堂大門町まで伸びている。全区間京都市道187号鹿型に嵐山線として、 4車線の共用及び歩道が整備されている。今では和2と同様に4車線ギリギリの福音しかなく、右折レーンのない主要交差点も多いことから朝、夕のラッシュ時には渋滞が頻繁に起こる。丸田町松屋町から丸田町知恵公園の間で車行している部分は、明治時代末の京都市三大事業により拡幅された部分にあたる。この時、千本通り、 東大路通管が拡幅され、京都市電丸田町線の付設と鴨川河橋も、軌道併用橋に掛け替えられた。その後、大正末年から昭和初年にかけての京都市区改正設計に基づく事業により、白川通・西王子通管が拡幅された。その後長らく、生端は、中京区の延長交差点までであったが、1966年に、 西の敬遠町から明神寺前交差点まで西に、延伸。1970年にはさらに、右京草が釈迦堂大門町まで延伸した。おおむね、この延伸区間は新丸田町通りとも呼ばれる。東から、上がる、下がるは交差する通りを北、または南へ入ることを示し、丸田町通りに面していない。丸田町通りの全区間が主要地方道である。 京都市道187号獅子型に嵐山線となっている。2005年度平日24時間交通量、京都市内の通りの名称は2となっていて、利を送らない。例外として、道路標識では通りとして送る表記を採用しているが、印刷資料で送るものは極めて珍しい。京都市内の通り表記参照。ありがとうございます。